ミハイル・ミハイロビチ・ザドルノフは、ソビエト連邦及び、ロシアのエコノミスト、政治家。1997年から1999年まで、ロシア連邦財務大臣。ロシア連邦議会,会会員国家会議大議員。モスクワ出身。地理学者の家庭に生まれ、少年時代をカムチャツカ地方で過ごす。こうしたことも起源となり、後に1995年同地区から、 会員選挙に立候補している。1980年モスクワ第875高校を卒業。成績優等で金メダルを受賞している。1984年、プレハーノフ記念モスクワ国民経済大学を卒業する。1985年から1986年兵役を経て、1988年ソ連科学アカデミー付属経済医学。 研究所勤務。1989年、工業企業における固定資本刷新の投資効率という論文を発表する。同年ソ連最高会議、計画予算委員会専門委員。1990年、グリゴリー・ヤブリンスキーを長とするロシア共和国閣僚、会議国家経済改革委員会に参加し、500日計画策定に参加した。 1991年ヤブリンスキーの下、経済政策調査センター執行役員、上級研究員に就任。ザドルノフは、エピトセントルの経済改革プロジェクトに参加している。こうした経緯もあり、1993年関係の深かったヤブリンスキーが結成したヤブロコに参加する。1994年ヤブロコから、会員国家会議議員に当選する。下院では、予算、 税、金融委員会委員長を務めた。1996年再選。第2期国家会議でも予算委員長。1997年11月から1999年5月、ビクトルチェルノムイル人内閣、セルゲイ・キリエンコ内閣、エフゲニー・プリマコフ内閣で増床増床就任は、ヤブロコの了解を得ていなかったため、党を除名された。 1999年5月25日、第一副首相に任命されたが、公認の増将に、ミハイル・カシアノフ・オークラ第一次官が任命されたことに抗議して、5月28日、第一副首相を辞任した。ザドルノフの辞任については、エリツィン政権で当時ファミリーの一員として、印前たる勢力を誇るボリス・ベレゾフスキーがザドルノフを嫌い、エリツィンを動かしたとも言われる。 第一副首相辞任後は9月まで IMF 大統領特別代表。10月から12月までロシア貯蓄銀行大統領特別顧問。2000年会員選挙にヤブロコから立候補し参戦。第3議会では予算副委員長、予算審議委員。2004年会員議員に4選する。しかし、ヤブロコは惨敗し、当選後は会派を構成することができず、無所属。 独立系となる。会員では、予算、全委員会に所属。2005年4月から、ロシア共和党に所属。ロシア同時代史、木村明夫著、朝日新聞社発行、237ページ。ありがとうございます。